おはようございます。おはようございます。アコーディアゴルフのアクアラインゴルフクラブにやってきております。前回ねマッチプレー対決やったんだけど、うん、すごい雨で途中でできなくなっちゃったんで、まあ、今回リベンジマッチプレー、前回とポイントをちょっと変えようと思ってます。ボギーは1点、パーが2点、バーディー3点。早速リンゴルフのアレンジマッチプレー対決、たえちゃん対ほのちゃんやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。3番ホールパー4、320メートルです。ウッドですね。耐えて、もう大丈夫だ。フェードしなかった。フェードしなかったね。フェードしなかったんですけど、すぐ行っちゃった。今日ちょっとほのちゃん調子いいんじゃない？ねえ、そう？なんか、ねじれない球って感じだね。よく言うやつ。トレーニングの後遺症が残ってる。そうなんです。昨日も朝と夜で死んだんですけど、長かったら体が動かなくて、ちょっとアプローチの練習してました。さすがです。そう。みさん、いいですね。今のネックに当たった？うん、おい、ね、前足上がりつま先？前足上がり前足上がりって何ですか？左足上がり。え、前足つま先上がり。つま先上がり、はい。なんかそう、球弱かった何ですか今の。ちょっとシャンクっぽかったです。あ、シャンクっぽかっただよね。なんかハーフ、ハーフシャンクそんなことがあるのね。ね、アイアン最近ロングアイアンは特に出ちゃうんだ。ね、そういう時あるよね。怖いんだよ。また泥だったね。Thank you.
あらら、ボギーボギー。なんか冴えないな。こっから。うん。分け。さあ、風がすごいです。雨にも負けず、風にも負けず。よいしょ、めっちゃいい、うん、完璧。よいしょ、今いいボールです。ナイス。風がすごすぎてカメラも触れます。ジュちゃんの髪が、髪がやばい、想像だった。メデューサだ。今10メートル風が吹くみたいなんで、お、いいとこにあります。9番、風がすごい、風がね、バーディーチャンス。何ヤード？105ヤードで9番です。はい。いいんじゃないですか？ナイスオン。ナイス。バーディーチャンス。2人とも同じところなんで、そろそろ今2点ね、あ、2点負けてますもんね。2点だよね、そう、2点負けてる。ここで勝ったら3点だよ。そうだよ、そう、3点取れる。このちゃんパターンという感じだもん。え、そう、惜しいくらいさっきから、うーん、おー、この方が近いです。このちゃんの方が近いです。ナイストライ。
ナイスパー。分け。そうね、うん、気合い入れて、バーディー入れないと。でも気合い入れてたんですよ、今パターね。パター、そう、気合い入れちゃった。まあ、入んないと思ってるかと思って。ダイちゃんは成人式が終わってダイエットがダイエット解禁。ダイエット解禁しちゃって、うん、もうすでに2キロ太りました。やばいよ。結構我慢してたの、ご飯。あのでも朝昼は結構食べてて、夜だけなるべく我慢してたんですけど、うん、夜も食べちゃって食べちゃって食べちゃって今も今がや今がやもらっちゃった。だからなんか手作りっぽいけどね、うん、ラップだもんね。ラップ、そう、だから手作りのもんかなと思って聞いたら、うん、一番みたいです。一口食べるって言ったらコロナ。そうよ。あ、葉っぱ。草って言われちゃう。コロナなのに草って言われちゃう。コロナなのにシェアして草っつって。関節キス草。絶対コメント入ります。ハンバーグカレーだって。美味しそう。すごい。豚ロース焼き美味しそう。そのアルミホイルみたいなやつある。もち豚チーズインハンバーグ。チーズ入ってるの。すごい。なんか普通にこれも美味しそうじゃん。チャーシュー麺美味しそう。思った。この間のとこと麺違うね。違う。あ、そうだよ。なんかすごい凝ってる感じしない？うん、あれが好き、最近赤飯。赤飯が美味しい。そうそうそう、美味しいんだよ。ごま塩振ってね。美味しいです。冷えたのも美味しいです。昨日だってご飯食べてなんか足りなくてみかん2個食べたんですよ、うん、でなんか寝る前になんか空腹で寝れなくて、うん、欲しいも食べた。欲しいも、欲しいもやばい。欲しいも美味しいよね。だから糖質でしょ、糖質高いでしょ。あ、そうなんだ。芋だもんね。でも芋ってさ、なんか上がんないんだよね、血糖値みたいな。なんで上がりづらい、低GIってやつね。GI、うん、低GI、うんうんうん、焼き芋買ってきて自分で干すんですよ。うん、え、マジ？そう、だんだん白くなってくる。それで干し芋作ってんの？え？マジで？干し芋大好きで。買うんじゃないんだ。焼き芋ね、干し芋になるの？なる。焼き芋スライスしてちょっと 2,3 日置いとけば干し芋になる。え？やってみ、やってみたいけどめんどくさい。めんどくさいよ。でもさ、それを、え、なに？スライスは包丁で切るの？なんかね、あの包丁で切ったり糸でも切る。うん、わかるわかる。そう、糸で切る。すごいね。そう、それいつも朝ごはんとかやってて。やば、初めて聞いた。美味しいです。お、打てそうかな。